新富士駅シェアオフィスワークス新富士のオープンについて発表いたします。本市ではテレワーク先進都市を目指し、富士市テレワーク推進ロードマップに位置づけたさまざまな取り組みを展開しております。今年度はビジネス等で新富士駅を利用される方がテレワークを実施しやすい環境を整備するため、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、公設民営方式で新富士駅構内の商業施設アスティ新富士内にシェアオフィスの設置を進めてまいりました。この度新年1月6日午前9時に新富士駅シェアオフィスワークス新富士をオープンする運びとなりました。このワークス新富士には完全個室ブースを備えており、首都圏の企業やワーカーがサテライトオフィスとして利用することができるほか、新幹線利用者が待ち時間を活用してコワーキングスペースとしての利用も可能となっております。施設の運営につきましては、市内でコワーキングスペース事業を行っている株式会社ジョリンクロスが行い、平日は午前9時から午後8時、土日祝日は午前9時から午後6時までの営業となり、新幹線の待ち時間に合わせ20分単位で利用できます。このオープンに先立ち、今月27日午前10時30分からオープニングセレモニー及び内覧会を開催いたします。また本施設に設置します複合機は、コニカミノルタジャパン株式会社様から企業版ふるさと納税制度を活用して寄贈していただきます。その授業式も本オープニングセレモニー内で実施いたします。なお当日午後0時30分から午後8時までは一般の方を対象に無料で施設を開放いたしますので、本施設に興味をお持ちの多くの方に体験していただければと思います。本施設の開設により、東京駅から約60分という立地と新幹線駅直結という利便性を存分に生かし、本市でのテレワーク利用者の増加や市内事業者との新たなビジネスマッチング等につなげていきたいと考えております。